倦怠期来ただって。帽子まで。ももちです。ピピピ、動画見てくださってありがとうございます。今日の動画はなんとタイトルとサムネにもある通り、今日はご褒美休日 Vlog with 彼と過ごす一日やっていきたいと思います。今日はですね、なんと一日お休みをいただいておりまして、彼に一日デートに連れてっていただきます。最近ちょっとね、お仕事バタバタしてたりしてたので、してたりしてたのでちょっとその日頃の疲れを癒してもらおうかなと、彼に全力甘えるデーにしたいと思います。で、彼もいます。はい、はい、それでは早速動画いくぞ。はい、ということで早速やっていきたいんですけれども、現在の時刻11時4分でございまして、今からサクッとメイクとかゲットレディウィズミーして、ここから今日彼がね、車をね、鼻噛んでるんだけどそう、だから彼がなんと車をね今日借りてくれたので、この車に乗ってデートしていきます。ちなみにね、今日ずっと天気予報が雨とか曇りだったんですよ。なのにめちゃくちゃ晴れました。今日になってやばくない？だから今日は紫外線がやばすぎるので、こちらを使っていきます。アネッサのデイセラムを使っていきます。日中用乳液、化粧下地でございます。今回はなんとアネッサさんとのコラボ動画でこれ使わせていただくんですけど、いただいてからマジで毎日使ってるデイセラムなんだけど、 SPF50+ の PA4+ でお化粧下地としても使えて、ハリ潤いのあるお肌へと導く UV 美容乳液なの。 UV 美容乳液、これマジで本当に良くてさ、塗るとこんな感じで、とにかく伸び感がすごく良くって、結構もっちり保湿してくれて、程よいツヤ感を与えてくれるの。わかるかな？比べると結構ツヤってない？だから最近私下地マジでこれだけ使ってるんだけど、そう、これサンデール技術っていうのが含まれてて、サンデール技術ってないやと思うじゃないですか。すごいのこれ。こんな細かく喋って申し訳ないんだけど、聞いてほしいんだよね。 UV カットしながら太陽光を美容効果のある光に変換する技術なの。だから太陽光を浴びる日中の外出時間がスキンケアタイムに変わる。すごくない？だから日光を浴びることで美容効果のある光に変換されるっていう、もう難しいんだけどすごい技術なわけよ。しかもさ、アネッサの日焼け止め毎年使うんだけど、これは日焼け止めっていうよりも日中用乳液、化粧下地なんだけど、やっぱアネッサのさ、体に塗るさ日焼け止めってさ、やっぱちょっと日焼け止め特有のなんかかさつきみたいなのやっぱり感じることとかもあって、お顔とかに塗ると私は結構気になってたんだけど、これめちゃくちゃ滑らかでつけ心地が本当にいいんだよね。結構もちっとしてない？こんな感じ、わかるかな？この肌なじみの良さと、もちっと感と、多分使ったらわかると思う。アネッサのアイテム使ったことある子だったら、えこれめちゃくちゃいいやんってなると思うんだよね。しかもさ、このわざとらしくないトーンアップも良くない？わかる？こんな感じ。これだけで結構私はお肌のあらとか割と隠れやすい気がする。ちょっとこれ首にも塗ろう。私これ一日中使ってみたけど、潤い感と保湿感があって、なんかお肌に結構優しい感じがする。本当にさ、夏のさ、海行く時とかさ、もちろん一日デート行く時とか、やっぱ SPF50+ で PA4+ でもう大信頼のアネッサの日中用乳液、化粧下地だから、マジで使ってみてほしい。本当にこれ塗ったらさ、一日中結構安心だよね。もう毎日これをずっと使ってます。いや、今日晴れたの本当に嬉しい。今日平日なんだけどさ、彼がさ平日なのにお休みをさ合わせてくれてさ、ご褒美デートに連れてってくれるということで嬉しすぎます。ありがとうね。ねえ、楽しみだね、まるちゃん。ねえ、ごめん、シュッシュってやると思ったらここ折っちゃった。え、そうでしょ？ねえ彼氏帰り来すぎてここ折っちゃったっておかしいよね。ごめん全然いいよ。大とかすぎるよね。こんなことある？これありがとうね。あ、ブリーズ。じゃあさ、これ開けてどこどこかけていい？絶対ダメ。かわいい今日のメイク。私はだいたいデートするときはピンク系のメイクをしています。はい、ということでなんとなくメイク完成したので、もうちょっとだけ仕上げて可愛くしていきたいと思います。
ということで急にドライブ価格なんですけど、さっきまで実はちょびっと喧嘩をしていて今仲直りしました。ごめんね、悔しいね。いいよ、ちょっと喧嘩をしてしょんぼりちゃんだったんですけど無事仲直りしましてドライブでーす。あ、そうだ、今から向かう土地発表しよう。土地？うん、でせーの、お魚釣り。およそ300メートル先、右方向です。いやでも内容合ってたからマス釣りなんだ。そう、マス釣り。そう、今からなんとお魚を釣りに行きます。前にね、彼の誕生日に一回お魚を釣ってその場で焼いたお魚を食べられるみたいな場所があって、めちゃくちゃ美味しくて、そこで食べたお魚が超美味しかったからまた食べに行きます。その前になんと彼がお弁当を作ってきてくれました。昨日実はこんな感じでね、お弁当をサプライズで作ってきてくれた映像ってこんな感じであるんですけど、びっくりしたの。お味噌汁まで作ってくれました。これありがとね。写真撮っとこう。これのみんなに写真でお見せしちゃおう。え、なんかめっちゃいい匂いする。嘘、マジ。いや私この卵が食べたい。こいち、まだ食べてない。美味しそう。うわ、あ、これめちゃくちゃ美味しそう。いただきます。はい、うまい。美味しい。しょっぱくない。うまっ。ちょっとしょっぱい。うん、うん、これもしかしてハムツナマヨかな。うん、絶対美味しいよこんなの。あ、うまっ。美味しい。うん、やばい、なんか釣り堀ありそうな雰囲気になってきた。うん、あ、すごいすごい、ちょっと待って。すごい、なんかトトロの道みたい。トトロの道みたいなとこ来た。なんやこれ。お、あ、これだ。これです。すごいんだけど。やばいね。どんだけ道が狭いか伝わってるかな、この迫り来る右の壁。はい、ということで、マス釣り山に到着。ねえ、絶対さ、変な人って思われるよね。ねえ、やばい、超山。ねえ、みんな見て、すごい山行きましたすごいわ。じゃあ、やばいね。ここ気をつけて、ヌメヌメしてるからね。はい、すごいとこ歩いています。気持ちいい匂い。これこそ森林浴です。やばい、電波ゼロ。どう片手にお弁当も持ちながら歩いてます。すごい、すごいんだけど、見て、すごいとこを渡っています。どうぞ。今日はイクラつけました。はい、イクラです。わーわー、大きい。どうですか。結構余裕です。余裕ではないですよね。いやいや、頑張ってください。任せてください。はい、ちなみにこれなかなか難しいですよ。そうですよね。はい、来たー。おー、すごい。そういうことです。見てください、この新鮮な。すごい、すごいですね。プロなんで。すごい。モちゃんの1回戦目です。お願いします。もうちょい垂らしていいよ、下に。そのまま、そう、 OK、 上げて、ナイス。はい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 、イエーイ、やばい、釣れました。イエーイ、おめでとう。ありがとう、命に感謝。楽しかったですね。楽しかったです。今からずっとお魚を焼いて食べます。楽しみ。すごい、さっき焼いたお魚を焼いてくれてます。ありがとうございます。じゃーん、焼けました。めっちゃ美味しそう。やばー。じゃーん、入ったー。いいね。いただきます。いただきます。やばい。いただきます。わー、やばい。めっちゃプリプリ。え、
なんかトロトロじゃない？私はもともと超インドアでこういうとこ全然来なかったんですけど、彼がめっちゃこういうとこ行こうって連れてってくれるから好きになりました。めっちゃいいでしょ。めっちゃいい、最高のご褒美です。超美味しいね。松の質が違う。松の質がマジで全然違うね。びっくりした。おいしい。おいしい。自然に感謝です。感謝です。お店で食べる3億倍美味しいね。せーの、ごちそうさまでした。元気になりました。ということで、あともう一本あるんですけど、もう一本食べてライブします。じゃあ後でまた回します。はい、マッスリ行ってきました。楽しかったね。最高だったね。はい、ということで彼と初めての質問コーナー、ちょっとドライブしながらみんなから質問を募集しましたので、こんな感じで質問を募集させていただきましたので、彼との初質問コーナーを撮ろうと思います。わ、じゃあちょっと彼が苦手そうな質問します。彼氏さんへ、ももちのここが一番可愛いって思うところは？一番可愛いってところ？うん、彼はこういうのを言語化するのがすごく苦手なんだって。ご飯を食べて一口目食べた時のうんがーって時はもう超そんなこと言ってる。いや言ってない、言ってはしないけど、ねえやばいっていう時の顔がわ、マジで可愛い。だそうです。どちらから告白しましたか？彼です。彼のどんなところが好きですか？全部です。本当は男らしいところと、ちゃんと自分を持っているところと、自分が大切にしたいって人にはめっちゃ優しくて、絶対裏切る行為とかをしないこと、あとは見かけによらずすごく家庭的でいっぱい尽くしてくれて、愛情の表現が歪んでいて、歪んでいては、なんかこんな愛され方したことないなぐらい愛してくれるから、歪んでるって言い方あれだな、なんていうのかな、尋常じゃないみたいな、はいはい、でも私も多分そう、売りそうだよね。そうそう、うちらマジでそう。2人のルールはありますか？だってルール、ルールあんま決めてないよね別に。うん、もちゃんはあれだよね、もちゃんがいない飲みした時にもう帰ったら必ず連絡しなさいっていう。うん、そう、私が参加してない飲みとかに彼が行く時にお家帰ったら必ず連絡してねっていうのは約束してる。だって事故に遭ってるかとかさ、ちゃんとお家帰ったかとかはさ気になるじゃん。ほうれん草ね。そう、あるルールじゃないけど、相手が嫌な思いをしないようにっていう行動がなってるだけだから。あ、確かに縛りみたいのないよね。うん、縛りは全くしてないけど、例えば男女での飲みとかは自分が行きたい行きたくないっていう気持ち以前に、行ったら彼がどう思うかなとか、行ったら私がどう思うかなっていうとこを考えて、嫌だろうなと思って行かないみたいな感じじゃない？全ての行動において、これしたら1ミリでも嫌かなって思う行動はしないように心がけてるよね。うん、し一緒に飲み行くしね。あ、そうそうそう、2人でも飲むし、彼が行く飲み会に私も一緒に行ったりとか、なんかみんなで飲んだりみたいなのが多いよね。記念日の感覚が知りたいです。1ヶ月ごと お祝いする？うん、するよね。うん、我らはする。全然、うん、私たちは毎月記念日お祝いしてます。美味しいとこご飯行って、行けなかったもケーキ買って帰ったりするよ ね。お互いの尊敬しているところは？私変えようか、考えるの時間かかるでしょ。お願いします。でもさっき言ったやつだけど、一度愛すとか大切に守るってなったら、どんなことがあっても守る、守るって気持ちがあるところ、その愛情の深さは結構尊敬する。ありがとうございます。いや、尊敬なんていう部分もめちゃわかんだけどな、いっぱい。いや、それこそさ、一人の一社長として、一インフルエンサーとして社員の方たちを支えながら雇って会社をしてるわけじゃん。うん、普通、まあ、できないよね。まずできるよね。できない。しかも新しく入った人たちの気持ちとかもさ、全部考えれるわけじゃん。普通の経営者ってさ、きっとそこまでさ手が回らない人たちもいっぱいいるわけじゃん。まあ小規模だからね、そんな100人200人いるわけじゃないからね、社員が。でもよ、そういうところはすごい尊敬するし。ありがとうございます。倦怠期来た？だって来ないよね。今後来ますか？いや来ないんじゃない？だってそうやってなんか向き合い方じゃない？じゃあマンネリしないで気をつけてることは？なんだろう、
会ってるたびに同じようなことはあんまりしないっていうか、探索するじゃん。ああ確かに確かに、飽きないようにってこと。そう、飽きないように、その努力って言われたらあれだけど、自然にやってるかもしれない。デートの場所いつもどんな感じで決めてますか？そうやって今度いろんなとこ行ってるからさ、今度何々したいね的な会話はなんとなくするから、うん、じゃあその場所まず1個メイン決めて、じゃあまあ時間余ったらここ寄ろうかみたいな。確かに話し合って決めてるわけでもないしね、そんなにね。そう、なんかまず基本的に彼はここ行きたいっていうのが結構割とある人で、私はない人だから、彼が行きたいっていうところを、お行きたいってなるんだよね、うん、だから彼が行きたいと思ったところに共感して、でそこを彼が連れてってくれるみたいなっていう感じ。でもそうやってもちゃんがボソって言ったことは、あ確かに覚えてるから、そこは絶対行くようにしたりするよね。私がボソって会話の中で、まあ牧場行きたいなって、うん、あそうそう牧場行きたいなってまあ言ったから、牧場この前行ったし、知るって言った言葉を覚えててくれて連れてってくれるみたいな感じ。結局はじゃあ2人で決めてるのかもね、なんだかんだ。あ確かに、ちょっともう結構撮っているので、ドライブしながら質問回答してみました。次の目的地は知りません。彼がどこかに連れてってくれてるみたいなので、着いてからお楽しみです。楽しみ。今日の私のメイクこんな感じです。てかさ、朝さメイクしてさ、もう今4時52分なんだけどさ、全然ツルツルじゃない？こちらのねデイサラム使ってるから、デート中もスキンケアタイムに変えてくれるから、すごくお肌が綺麗に見えてると思います。めちゅうちゅうじゃない？お肌チュルチュルツンツロン、うるつやちゃん。もうつくんじゃない？ね。マジつやつや。しかも私マジで今日下地これだけ。これにファンデだけです。もう乾燥も全然してなくて本当良い。じゃーん、海に来ました。彼が海に連れてきてくれました。ありますね。ね。川からの海です。そしてなんかすごくおしゃれなカフェに連れてきてくれたんだけど、なんかここが海で、目の前にある可愛いカフェに連れてきてくれました。なんか川でちょっと疲れたから、海をロケーション見ながらゆっくり休もうっていうことで海に連れてきてくれたみたいです。雲の空も空の雲も綺麗。そういうことがいい匂いだね。ね、じゃあ帰ります。ここが良くない？よいしょ、すごい店内おしゃれ。見て、でこっちは海が広がっています。ほら、じゃーん、わー、めっちゃ入ってる。じゃーん、アイスを頼みました。私はピスタチオで、彼はブラッドオレンジ。ブラッドオレンジを頼みました。じゃーん、サクサクだわ。サクサク、帽子かぶったままお行儀悪くて失礼します。うん、うまっ。不思議。うん、初めてアイス食べた人みたいな感動を取る。そう、私たちいつも美味しいもの食べるとうまっって全部の商品に言うよね。昨日もさ、もんじゃしたんですよ、お家で。ちなみに2日連続もんじゃしてるんですけど2日連続同じ反応してるね。うまっ、うまい主義って反応したよね。じゃあ問題よ。うんまい。これ何これ、マジゲーやろ。こんなゆっくりしない。ピスタチオのアイスを食べ終わりました。ちょっと眠たくなってきてしまったので、この海辺をちょっと散歩しようと思います。じゃあ海辺で散歩したらまいします。気持ちいいね。かわいい。寒いよね。めっちゃね。寒いよね。ね、今日のうちらのシミラールック見て。黒に黒に。ほら帽子まで。かわいいよね。かわいいよね。あ、充電が切れる。じゃあねー。バイバイ。横浜の海だっけ、なんかそこら辺に来ました。来ております。暗くて何も見えません。見えないよね。見えないね。
カメラ今日2個持ってきたんですけど、2個とも充電切れまして携帯で撮っています。横浜はさ、こうやって海辺を散歩するのが楽しいよね。綺麗だね。綺麗だよね。綺麗、ちゃちゃちゃん、綺麗です。ここに座ります。はい、ということで1日ご褒美 Vlog 一応だったんですけれども、いかがでしたでしょうか。彼とのリアルにまったりする様子とか、ゆるゆるな一日をお届けできたかなと思います。今日ね、紹介したベイセラム本当に毎日使ってるし、これから夏に向けてね、日焼けすごい気になると思うので、保湿力もあるし、もっちりだし、乾燥もしにくいし、トーンも自然に上がるし、 SPF も50プラス PA4 プラスだし、マジで個人的にめちゃくちゃ韓国の出張にも持ってってたぐらい超いいので、概要欄チェックしてみてください。ということで、今から彼とここでまったりお話ししたいと思います。おしゃべりするよね。うん。じゃあコメント楽しみに待ってます。